はい、どうもこんにちは、琉球ライダーです。久しぶりの動画投稿になりますね。はい、今日もね、はやぶさに乗ってツーリングしてこようと思います。まあ、その模様をね、元ブログとして、動画投稿していこうと思いますね。いや、最近ですね、この10日間ほぼ10日間かな、体調崩してましてコロナかインフルかわからんやつにかかってて、9度8分の熱を出してずっとね、家で引きこもってたんですよね。いや、もう大変だった。で、ようやくね、体力が回復しまして、そう、まあバイクでね、ツーリングしてこようかと思いますね。体力がさ、もう本当に落ちたので、バイクに乗って体力を回復させようと思います。前の状態に戻そうと思いますね。はい、というわけで早速ツーリングしてこようかな。今日のね、ツーリングコースはもう僕がよく通る道です。沖縄南部の方なんですけど、南部といってもね、東海岸の方ですけどね。ちなみに、まあ僕がいるところは沖縄の南城市のこの佐敷というところです。馬天港というところなんですけどね、さびれた漁港ですよさびれた漁港にいます。今日はね、このさびれた漁港からスタートしたいと思うんですけどね。さびれた作業船とか、いろいろあって個人的にはね、このさびれた感じと、この旧車のバイクっていう、このなんて言うんでしょうかね、景観好きなんですよね。そう、レトロ感が溢れている。僕こういうところね、意外と嫌いじゃなくて、たまに見に来たりします。まあハヤブサもね、僕が持ってるハヤブサは前期型のハヤブサ、1型のハヤブサなんで、まあ言うてもね、18年前のバイクですよ。デザインこそさ、まあ現代のバイクには引けも取らないような、かっこよさはあるかなと思うんだけど、まあそう言うてもね、やっぱり18年前のバイクなんで、まあ旧車といえば旧車ですね。そんな旧車と、錆びれた作業船とね、このなんていうかな、マッチしてるというか、こんな感じでマッチしてると、なんかね、頑張って生きてるぞっていう、なんかそんな感じがするんでね、僕こういう景観大好きですね。はい。じゃあね、さあ、早速、ツーリングしてこようと思います。おっとっと、よいしょ。今日ね、沖縄は27度。今日のね、沖縄の気温は27度。暑いです。まだ4月か。4月なんですけど、暑いっすね。どっちかっていうとね、もう春ではなくて初夏なんですよ。気温が初夏。そう、まあ、今日はね、まだね、風がある方で、その風もね、若干涼しいから、まだまだ許せるんですけどね、風がない日はもう真夏ですよ。30度近いですからね。超える時ありますから、30度、4月でさすがやっぱり南国だなと思うんですけどね。さあ、じゃあちょっとね、今日の僕のいつも通るコースっていうのをね、まあ、紹介って言ったらあれですけど、まあ、軽くツーリングするために、いつも通ってる道をね、通ってこようと思います。じゃあ行きましょう。特に目的地は決めてないんで、なんて言うんだろう、まあ、GoPro の電池が切れたら、今日の動画は終わろうかと思いますね。とりあえず、この南城市、今、佐敷にいまして、沖縄の南城市佐敷というところにいまして、ここからですね、まあ、いつものコースに入って、まあ、いいツーリングコースというかさ、ちょっとね、バイク乗りにおすすめしたいコースでもあるんですよ。そうそうそう。なので、
まあ、よかったらね最後まで見てほしいと思います。ちなみにねこの南城市佐敷ですけど、今ね住宅街通ってますけど、あの沖縄の中でもねここはねあのど田舎の方です。本当田舎ですね、田舎、うん、ここはね田舎に入ります。なのでねおじおばが多い、本当におじおばが多くて、普通にね道を横断しているんですよ。またね車運転してるおじおばも多いんだよね、まあ、全然いいんだけどさ、全然いいんですよ、うん。いいんだけど、たまにね速度がすんごい遅い車がありまして、まあ、それにね、当たっちゃうと、それにね、まあ、引っかかっちゃうとずっとのんびり運転をするというね、まあ、地獄が待ってますここら辺はね。そうそうそう、そうだな、ここを通って抜けていきましょう。これは譲ってるのかな。はい、ここの道からね、バイク乗りにはおすすめしたいです本当、はい、こちらからね、ここからね、ヤシの木並木ロードっていうのかな、まあ、ヤシの木がね街路樹に植えられていて、それがずっと続くんですよ、まっすぐこんな感じで。このね道がねなんかねいいですよ本当南国に来たなって感じがします。ちょっとねハワイをねイメージさせるような、雰囲気でもあるんですけどね。そうそう、こうやってねヤシの木がずっと続くんですよ。結構奥の方までね続く道で、まあ、今日はね曇りで、まあ、もうちょっとしたらね雨が降ってくるんですけど、晴れた日はね本当に気持ちよく走れる道ですねここは。そうハワイもねこの街路樹にね、ヤシの木とかが植えられていて、まあ、植えられているんだけど、もちろんハワイの方が道路は広いですよ、すごい広い、2車線だったりするからねあっちは、まあ、沖縄だからここ1車線でね沖縄らしいっていう感じなんですけど、まあ、でも、ドライブコースにはねすごくいいし、そうだな、まあ、県外の人が沖縄に観光でいらっしゃるときに、そしてレンタルバイクをするときはね僕この道ねおすすめしたいんですよね。大体名護とかね北部の方に行く人結構いますけど、南部もねこの沖縄の南部の方もねいい道というか、そうそうドライブコースにはね適してる道はあるんで、ぜひね一度通ってみてはいかがでしょうか。ちなみにねもうさっきも言いましたけど、ここら辺はど田舎でおじおばは多いです。でおじおばもね運転してる人も多い。でこの道見ての通り一車線でしょ。でここでね目の前の車が20キロとかだとね、いやーもう本当地獄なんですよ、うん、特にハヤブサでね20キロで走るのは本当に地獄なんで、まあでもね、この道で、そういう時に、まあ、おじおばに引っかかってしまった場合には、まあのんびりと後ろをついていくか、まあ一回止まって距離を置いてね走るようにしますね。そう僕はねこうやってイエローカットしていくことはないですね。特に前の車が高齢者の場合はあまりイエローカットして抜かそうとは思いません。思わないというかやらないです、理由はねもうおじおばがねびっくりしてアクセルをね踏み間違えたら怖いでしょ、ね、どこに飛んでいくかわからんし、なんだったらアクセルフルスロットルで後ろからついてこられても怖いですからね本当に。なのでね、まあ、前の方がね、まあ、高齢者の場合は、まあ、なるべくのんびりとついていくようにしますね。そうそう、今日はねまだマシですよ、50キロで走ってる
今日はねいいですよ。そうそう、でこうやってね前にね車がないといい感じで走れるんですよ。だいたい60キロぐらいで走るとねここら辺はすごく気持ちよく走れます。そうそうそう、いやバイクってさ都会走るよりはこういう田舎道を走った方がね気持ちいいですよね。まあ、特にこのハヤブサなんかで走るときは、うん、こういう田舎道の方がいい。ちなみにねここら辺はほとんど何もないですね。有名どころがほとんどない、何もない。あの奥の方に行けば知念岬とか、世界遺産に登録されたセーファウタキとかっていうのがありますけどね、今日そこまで行けるかな、まあ、そこまで行けるかな、まあ、そこをちょっと通ってこようと思いますね。まあ、ここはねそんなに見るところないんですけど結構ね観光客いらっしゃるんですよ。やっぱりあの世界遺産をね見に来る方が多くて、うん、あのセーファーウタキ周辺は結構な人の数であのね埋め尽くされているんですけどね。いやそれにしてもね今日はあまりいい天気とは言えない。そう予報がね今日本当はね雨なんですよ。雨なんだけどこの雨を降る合間に走ってます。いやこうやってサトウキビあるでしょ、なんか沖縄らしいですよね。そうそう、うわ気持ちいいわ、気持ちいい。いやマジで久しぶりのバイクだな本当。もうずっとね寝込んでて家の中で引きこもってたんですけどね。で僕ね風邪ひいても病院行かないんですよ。薬も飲まない。9度8分の熱を出してもね薬飲まないですね。で40度超えるとさすがに市販薬をね飲むんですけど、まあ、今回9度8分だったからね飲まずに直しました。直す時はねもうほぼほぼ薬草とか、生のニンニクとかトマトジュースとかそんなのをね食べたり飲んだりして、直すようにしてます。あとノニジュースもかな、そうそうそう、そういう系をね、まあ、飲んでは寝て飲んでは寝てあと汗をかいてっていうねそういうことを繰り返してはい直しました。本調子ではないけどねもう熱もないんで多少ちょっと汗が尋常じゃない汗が出てるんだけどまだまだ本調子じゃないんだろうな。あでもねよかったっすよ治ってね。こうしてバイク乗れるのはねすごくいい、気持ちいい、うん、やっぱりね人間は健康が一番ですね。健康じゃないとバイクにも乗れない、外にも遊びにも行けない、仕事もできない何もかもできないっていうね、もうそれはやっぱ健康あってのことだからね、健康第一です。健康第一、まあ、健康第一ですよね。あそうそう、これから先この先行くとね三山ロードっていうね海沿いを走る道が出てくるんでそこを通っていこうと思います。そこもねめちゃくちゃ綺麗っていうかめちゃくちゃねバイクで通ると気持ちいい場所なんですよ。本当にね海沿いを走るっていう感じでそんなにね距離はないんですけど、うん、ライダーには通ってほしい道ですね。ちょっと行ってみましょうか。できれば前の車も行くんかい、くそ前の車行ってほしくなかったな。ちょっとね失踪したかったと思うんだけど、そうそう少しスピード出した走りたかったんだけどね前の車がいると無理やね。止まってくれんかな。
ここはね、ここも南城市かな、南城市の、まあ、知念村になると思います。ここは知念村で、まあ、ここの名前が三山ロードという場所ですね。ほら海沿いっしょ、いいよねここ、気持ちいい。いやここはねもうちょっとスピード出したかったぞまあいいけど、これでも気持ちいい、これでも、あ気持ちいいね。結構ね、あの時間が1時間ぐらいしかなくても僕は今日のこのコースをねバイクで走る時があります。ただ走ってね帰ってくるっていう、そういう時ですけどね。そうそう、この道もね、うん、若干スピード上げて走ったりしますよ。気持ちいいんだよねここがね本当に。まあ、動画でねどれぐらい伝わってるかわかんないんだけど、こうやって海沿いを走ってねバイクで風を感じながら、海風を感じながら走るっていう、どうすか。ちなみにここね、あの沖縄の、CM なんかでも結構使われるところです。最近も使われてましたね。うん、あのやっぱこの景観がいいですから、うん、たまにバイクとかも通るし、あの休憩してる人もいますので、まあまあまだ通ったことない人とか、あの観光客でレンタルバイクする人、来てみてはいかがでしょうかって。ここ右曲がるの、あなたなんで通りに来たんだこの人。道路にはねこの砂、このビーチの砂が全部飛んできて散乱してるね。うん、よし、ちょっともうちょっと、もうちょっと南の方に行こうかな。ちょっと遅いちょっと遅いぞ、どうにかできませんかね。え、嘘、もうこれ何キロ、おじい、ありがたいんだけどウインカー出してよお願い。もうねこういうの多いんですよここら辺。そうそうそう、こういうの多いんでね、まあいい道なんだけど注意していきましょう。おっと、これは何でしょうかね。インスタ360を撮っている俺、映ってるかな。これはね僕は抜かしていいと思う、この30キロ以下、20キロ、何してるのと思うかね。抜かそう、よし抜かします。今のはねおじオーバーじゃなかったから抜かした。もうつうか30キロ以下でね走ってほしくないよ。ここはほら40キロだよ、最低40キロ。ちなみに左に行くと知念岬、ここですね知念岬で、ここら辺はセーファー滝が近いんだけど、今日はもう平日だからそんなに人いないですね。うん、今日は知念岬に行かない、もうちょっと先の方まで足を伸ばしたいと思う。うわーなんかね空がちょっと怪しくなってきたな。もうそろそろね GoPro の電源もね切れる可能性もあるけれど、まあちょっとね最後まで
頑張っていこうかな。そう、ちょっとキレがいいところでどっかで泊まりたいね。どうしよう。そう、そしてこの道もですね、あの信号がすごく少なくて、なんて言うんだろう、ちょっとしたワインディングみたいな感じなんですよ。とはいえやっぱりここもね、あのど田舎でおじおばが多い場所なんで、そうそう、あのツーリングにはね注意が必要です。もう普通におじおば歩いてるんですよ、ここも。でおじおばが運転している車が多い。なので、まあまあ注意しながら行きたいなと思うんですけど、この人まっすぐかな、まっすぐだな。観光客ですね。観光客もね、道を迷いながら右に行こうか左に行こうか、いきなり急ブレーキする人いますからね。観光客とおじおばの車は、僕は車間距離取る。危ない危ない。でね、この道の道路のね話をするとね、ここはね本当にワインディングっぽいところで、まあ、時速で40キロぐらいという標識なんですけど、だいたい50、60ぐらいで走るとね本当に気持ちよく走れるところなんですよね。そうで、マジでねバイクのツーリングにはおすすめです。でちょいちょいカフェとかも、まあ休憩ポイントが、ね、いくつかあるんですよ。カフェとか、まあそうだな、絶景ポイントとか、なんかそういうところがねちょこちょこいい感じの、距離感であったりするんで、ここはね、普通のねドライブコースでもいいんじゃないかなと思いますね。まあ、とにもかくにもバイクライダーにはおすすめしたいところです。わー気持ちいいわ。これがね動画でどれぐらい伝わっているか、伝えられるのかわかんないっすね。伝わってたらいいな。伝わってたらいいな。気持ちいいぞ。病み上がりだけどね、やっぱりバイクはいいね。気持ちいい、すごく気持ちいい。体力回復にはすごく向いている。ただね、このなんだろうね、やっぱり病み上がりだから体力落ちてるんですよ。なのでこのハヤブサをね取り回すときすんごく重く感じて、いやハヤブサってこんな重かったっけっていうぐらいすごく重く感じました。やっぱ体力落ちるっていうのはいかんね。ほんとハヤブサ乗るならこの体力の維持はもう必須だし、なんだったらだんだん体力をつけていくというか、筋肉をつけていくしか、筋肉をつけていった方がいいかなと思うんだけど、いやもう風でね体力がダウンしてしまうとね、このハヤブサ乗るのも取り回すのもねすごく大変。ものすごく重く感じて、ちょっとね今日バイク乗り出しの時が少しねヒーハーヒーハー言ってました。いやでもね体力をね確実に戻して、またねまたねっていうかね、どんどんね、バイクツーリングして、まあ、動画でね投稿できればと思いますね。
いやそれにしても気持ちいいっす。これでちょっとね尋常じゃない汗をかいてるんだけどこれでねぶり返してしまったらねまた10日くらいあの動画投稿が、なくなるんで、多分動画投稿できなくなるんで、もしね、10日以上また動画投稿ないなと思ったら、ああぶり返したな、ぶり返してしまったんだなというふうに察してくださいね。まあ、多分ねもう大丈夫だと思うんだけどね。いやそれにしても風邪はねなるべく引かない方がいい。こうやってさもう体力が落ちてくると本当に嫌だね。本当自分がなんか年を取ったんじゃないかなと錯覚してしまう。まあ、年を取ってきてはいるんだけど錯覚してしまうね。気持ちいい。これが天気が良かったらもっといいんですよ。またね天気がいい日にまたなんていうのかな天気がいい日に機会あればねこの道走ってみたいと思いますね。そう、まあ、こういう日もね全然悪くないんですけどね。僕は好きですけどねこういう日も。天気がいい人、天気がいいとこの海がねすごくもう沖縄ブルーとして沖縄ブルーがね、拝見することできるんですよ。まあ、今日は天気が悪いからねそんなに海の色も悪くはないけれど完璧とは言えない。もっとね濃ゆい沖縄ブルーが見れますんでね天気がいいとね。そう、さあどこで一回泊まろうかな。キレがいいところで止まって動画を終了したいんだけどね。おっとイタチが走ってる。イタチはね沖縄でマングースって言うんですよ。イタチかな。そうハブとマングースって聞いたことあると思うんだけどあのマングースですね。ちなみにこのマングースね面白い話があってハブが多いからってことでねこのマングースをねたくさん山に放ったそうなんですね。そしたらマングースがハブをね退治してくれると思ったらしいんだけど実際はマングースってそんなにハブを退治はしないんですよね自然界の中では。でどうなったかっていうとマングース同士が交尾して増えていったっていうね残念な話があるんですけどね。そうなのでね実際にはマングースは闇雲にハブを攻撃しないっていうことが分かったっていうねなんか沖縄のねちょっとした笑い話があるんですけど。おそろそろね大島ですね。大島で一回切ろうかな。それともどうしようかな。僕ね結構大島も行くんですよ。まあ結構な頻度で大島行きますね。そうこの大島ねとってもいいところで、まあ、天ぷらが有名なんだけど僕ねここでね一番おすすめしたいのがねベーグルなんですよね。ベーグルもうベーグルがねめちゃくちゃうまいベーグルがある。多分ねベーグルではないもうベーグルの食感ではないんですよ。普通ベーグルってパサパサしてますけどねここのねベーグルはねもちもちしててねすんごいうまい。あこの人左行くかね。
あ、左行く。じゃあ僕はまっすぐ行こう。ということで今日は大島行きません。この先にあるね、八重瀬道の駅っていうところがあるんでね、道の駅八重瀬か、あそこにね行って、まあ、今日の動画は終了しようかな。意外とあの GoPro の電池もねずっと持ってるんで、あそこまで持つかどうかちょっと微妙ですけど、ギリかな。うわ、だんだんね空が怪しくなってきました。そうそう、今日ねもう雨なんですよね、そろそろ。そう、どっかでじゃなくて八重瀬道の駅まで行って今日はね動画終了したいと思います。八重瀬道の駅もねもうすぐなんですよ。意外とね GoPro の電池が持ったっていうことにあのちょっと驚いてますね。意外と持ちますね、GoPro の、この GoPro の、なんていうかな、GoPro8 なんですけど、今。電池がね、結構長持ちする。浮かそう。うわー、なんなの、浮かしますよ、僕は。お、バイクだ。あー、やや下もね返事しないっていうね、しょうがない、しょうがないよ。まだまだ沖縄はやや があの浸透してない感じします。八重瀬の道の駅はそろそろです、そろそろです。あ、そうそう、ここら辺ね最後のうんちくっていうか今回の動画の最後のうんちく、ここら辺ね港川って言うんですけど、港川神っていうね、遺骨が発見された場所だったりします。確かねここら辺で、ね、港川神のなんかあの博物館かなんかがあるんですよね。まだ一回も行ったことない。はい、そんなこと言ってる間に八重瀬道の駅に到着っすよ。到着しました。お、自転車の横に止めていいかな。はい、よいしょ。はい、到着。はい、八重瀬の道の駅に到着しました。いやちょっとね長い動画になりましたけど、まあこんな感じですね、僕のいつものツーリングコースっていうか、うん、南部のツーリングコースはこんな感じ。まあ、今回のコースはね、いろんなライダーに通ってほしいなと思います。はい、というわけでね今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。